こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今聴いていただいたのが T42 という曲でした。T42 って曲はですね、ミュージカルのノーノーナネットっていう
まあこれのために書かれた曲で、この後映画もこの曲で作成のされて挿入歌になってます。二人でお茶をというドリス・デイが歌ってて、ゴード・マックレーという男性と二人でデュエットをやっています。これはあの詳細欄に貼っておきましたので、すごく可愛らしくていいですね。ドリス・デイが今作曲したその曲を今からこう譜面見ながら歌ってるっていう体でやってますね。まあ、あの歌詞の内容は、家を借りてるけど、まあ、ちょっと気に入らなくて夢を見たの、2人で住む家でお茶を飲むシーンをねみたいな感じで、ここの部分ちょっとバースですね、歌の、ちょうどこの2人がやってるやつでもそうなんですけど、バースって言ってこうジャズはこう繰り返しの部分があるんです。その前に前説の歌がついてるんですね。そこでこの歌詞を話して、で、2人でお茶をね、飲みましょうみたいな、私はシュガーケーキ焼いてみたいな、絶対それは幸せになるわっていう、まあだからこうここのバースを聞いてると、なんかすごくこうより深くこうこの何て言うんですかね、この曲のあこういう設定なんだみたいな感じになるかなとは思います。で、カホンでギターとデュオでやってみました。でこう僕はあのカホンだからね、絶対あのかかとで僕蹴ってやってたんですけど、蹴り破りましたけど、あの破って何回かこう張り替えたりとかしてますけど、あの今回ですね、ちょっとこうまあコロナ自粛の間に、お借りしてたこのペダルですね、使ってみたんですけど、これペダル使うとね、もうほとんどドラムセットですね、表現力がめちゃくちゃ上がるんで、ちょっと僕バカにしてたんですけど、めちゃくちゃいいなと。で、このハイハットもね、ちっちゃいやつをあのお借りしたんで、そのまま使ってみましたけど、もうあの、ギターの子がもう全くドラムと一緒にやってる感覚で、全く遜色がないというふうに言ってたので、全然使えると思います。で、ちょっとお高いんですけど、まあ、これも詳細欄に貼っときましたので、もしよけど興味があったら、もうちょっと Amazon の方、ちょっと覗いてみていただけたらと思います。で、コントラファクトという替え歌って言ってね、ジャズの場合は同じメロディーをやって、あとずっとアドリブするわけでしょ。でまたメロディー戻ってくるんだけど、メロディーの時間が少なくても、そのメロディーを使った時点でその曲がね、著作権取られちゃうから、だから著作権はメロディーと歌詞につくんで、だからその著作権をまあそういう意味では、その著作権をねこう払いたくないから、メロディーを自分たちで同じコード進行で作ってしまうという、こういうのを替え歌って言ってコントラファクトと言います。でこのコントラファクトは、まあ、あのこの T42 はですね、著作権が実際消滅していましてですね、なのでこうもう載せ放題なんですけど、海外の曲はね、ちょっとやっぱり僕も著作権のお話をしてますけど、まあ、シンクロ権、まあ、こんな古い曲はそこまで言ってくることはないと思うんですけど、まあ、シンクロ権のことはちょっと気になるんで、コントラファクトの曲は、まあ、曲名を、まあ、あんまりこう外に書かないようにしてやりましたが、ピーター・バンスタインっていうギタリストが作った曲で、ジャイブコーヒー、これぐらいね、あの日本語発音してると多分ね、検索できないと思うね。ジャイブコーヒーという曲ですね。でもこのなかなかおしゃれじゃないですか。T42、T をね、二人でお茶をが、まあ、アメリカの曲だからコーヒーになってて、みたいなね、ジャイブコーヒーって名前がついてるっていう。だから、ちょっとこう知的なネーミングであって、で、しかも5拍子にしてあるってことですね。この5拍子のアプローチが二人だって結構面白かったので、まあ、この、今からこの、ジャイブコーヒーの方を聞いていただきたいと思います。それでは最後聞いてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。
Thank you.